東京国立競技場明日の決勝戦、長崎の国見と対戦するのは関東最後の砦で埼玉の武南高校か、九州決戦を夢見る鹿児島実業か。注目の準決勝の第2試合、いよいよキックオフです。放送席の解説は全日空サッカークラブ顧問の鴨修さんです。鹿児島実業3度目の正直で国立競技場にやってきました赤のユニフォーム、一方左にエンドを取りました白のユニフォームが埼玉武南高校、日本サッカー協会推薦です。鹿児島実業増澤監督としては初めての準決勝、まず立ち上がりの15分をなんとかしのぎたいということでした。さあどうか、キッカー照井サインを出して、今度は向こう側のコーナーキック、10番の上のスタートが安西がニアにスタート、ニアを狙ったディフェンダークリア、ヘッディング、さあこのボールを拾って逆サイドまで振って安西ヘッドで落として、さあシュートとか、シュートした、入った、ゴール、中園この大会5得点目、中園またやりました。立ち上がり5分、武南高校1点を先制、安西が落として、そして中園、無難のパターンです。ゴールキーパー仁田を前に出ましたが追いません。武南高校はこの安西のヘディング、そして縦への突破、そして中園のシュート、あるいは上野もロングシュートを打てます。さあクイズチャンスだった、シュートした、シュートした、入った、同点ゴール、鹿児島実業1対1の同点に追いつきました。前半の12分、15番の遠藤がやりました。武南のディフェンスがちょっと隙を突かれた感じです。1対1の同点。さあ後半に入って初めてのコーナーキック、3分になろうというところ、照井、武南チャンス、15番の安西ファーポスト、ゴール正面には上野の頭で落として、あ、よくディフェンスカバー、ゴールをカバーしていました。ここからシュート、右に切れていきました。いやー、よくクリアしましたよ。クリアしましたね、はい。このプレー終わってからいきましょうか、はい、ロングスローが入る、ヘッドで落とす、さあ鹿児島実業シュート、入ったの、2対1、鹿児島実業勝ち越しました。武南高校に勝ち越しました。15番の遠藤、この大会に入って4得点、今日遠藤2得点、素晴らしいこのプレーです。ここからダイレクトで木寺塞ぎきれません。ゴール前浮かしたロビングボール、ヘッドの競り合い、ディフェンスここで競って落として裏にパスはどうしてるか、ヘディング、シュート、クロスバー当たった、もう一回詰めてシュートできない、ディフェンスブッ、もう一回波状攻撃シュート、まだボールは生きている、ここでクリア、鹿児島実業よく耐えました。まだあります、まだあります、まだありますか、まあます。さあここから、ここでオフサイドの旗が上がった。いやこれは焦ったらオフサイドになりますね。いやしかし本当に今のは入ったと思いましたね。そうですね、2m44のクロスバーにハードラック当たってしまいました。いやこれ上野が落として、本当によく触りましたよこれ。照井がもう一度、これです、これです、これです、これヘディングシュート、あー、中園かすかに指に触ったんですね、しかしゴールキーパーの仁田とゴールファインプレーと言っていいでしょうか。もう超ファインプレーじゃないですか今のは。もうバランスがほとんど崩れていましたからね。鹿児島実業懸命のディフェンスです。この選手は河村、ボールの動きにつれてですね、スッと河村君のために一旦スペースを空けて、はい、で河村君に、縦に突進させるというのが非常に形のいい攻めだと思うんですよ。安西が体を押していきます。さあチャンスになりそうだ、ここからシュートを打たれ、一人かわして切り返して、まだボールは生きている。ここから安西がセンターリングをする、17番の鈴木雅樹がゴール前に待って、上野ヘディング、シュート、ゴール、
シュート。後半27分、2対2の同点。いや見事なヘディングだったですね。い高い打点です。上野、ニックネーム通り2年生の上野、競り勝ってヘディングシュート。ついに2対2の同点に追いつきました。これもセンターリング見事。え、クロスも良かったですね。手元の時計は40分を経過しました。さあロスタイムの勝負。昨日はロスタイムで安西からつないだところを結局勝ち越しましたが、ここで試合終了。2対2、 PK 合戦にもつれ込みました。この放送は民間放送45社の共同制作で東京国立競技場からお送りしています。さあ PK 合戦、鹿児島実業1人目豊、外しました豊、外しました。先攻鹿児島実業、ゴールキーパーユース代表の木寺、このちょっとプレッシャーに負けたか。さあ一方のゴールキーパー鹿児島実業は仁田尾です。2対2の同点です。 PK 合戦、果たして明日国見と決勝戦対戦するのはどちらでしょうか。3番のキャプテンの大木です。助走長い、ああこれもよくセービングしました仁田尾。ちょっと助走が長かったことないですか、鴨さん。いや、あのね、長い方がキーパーは読みにくい、読みにくいって言うんですよ。あ、ただ仁田尾はね、あの松下の慶吾氏からはこの選手の蹴る時のですね、読みをいろいろ習ってたそうですね。本人は明かしません、そのノウハウを。まあね、この PK 合戦では連鎖反応がね、敵にも味方にも来るんですね。そういう風になりますか。失敗した直後っていうのを本当に気をつけられたんですね。両チーム共に一人ずつ外して、これは決めました。13番の藤山決めました。これで鹿児島実業先手を取った。藤山君というのは本当にいい選手ですね。というのは地味ですが、はい、攻守にわたってこう壺に入ってくるのが早い選手ですね。さあ仁田尾、このゴールは2メートル44、そして7メートル32、選手は伊藤、狭く感じるか広く感じるか、よくセーブした仁田尾。2人セービング見事、仁田尾。武南高校苦しくなりました。この表情リラックスしています。仁田尾自信あふれる表情。一方の武南高校ゴールキーパーはユース代表の木寺。鹿児島実業にとったらこのキッカーが非常に大事ですね、勝負を決めるにはね。さあ笛です。眠り京志郎、キック決めた。2対0鹿児島実業断然有利。次第次第に九州決戦が近づいてきました鹿児島実業。ゴールキーパーの木寺塞ぎきれません。まだわからないです。まだわからない、2点離さないとわからないです。2点離さないとわからない、これが5人目まで行くとものすごいプレッシャーですからね。5番目のキッカーというのは仁田尾、今日は当たっています。まあ、ブランは何が何でもこれは入れと、これを入れたいですね。入れなければ非常に苦しくなります。ブラン高校3人目、セーブした、ナイスセーブ、ファインセーブ。仁田尾3人を止めました。9番照井を止めました。さあ鹿児島実業、次のキッカーがペナルティック決めれば夢の国立決勝戦です。国見と九州決戦が実現します。木寺も緊張します。そして11番の前園、この大会4得点非常にキックには正確性を持っている前園。果たしてある意味じゃこのゴールキーパーと精神力の戦いですからね。あ、さあ前園が決めた。鹿児島実業ブラン高校を下して初の決勝進出、夢の決勝進出、長崎国見と九州決戦がついに実現しました。
増澤監督、いよいよ国見高校小峰監督との対決です。鹿児島実業九州旋風、まさにこの桜島の噴火のように赤い闘志燃え上がりました。国立競技場、仁田穂もう最高のヒーローでしょう。 PK 合戦効果は流れません。しかし決勝戦進出、両チームともによくやりました。